絵の話に戻ろうとするな。いやちょ、たまきくんマジでこれさっきからね、これ画面が動いちゃうんだよ。どうしようこれ、なんかおかしいな、ま、マジ そんなに動く、うん、なんか調子悪いかな、あれなんでだろう、ブラウザの調子が悪い、ちょっと待って、一回マウスに切り替えて、でもう一回ペンタブ、うん、な、あ、直んない、あれおかしいの、なんか僕ね今ねマリンが教えてくれたさ、あのインターネットエクスプローラーの進化系のブラウザでやってるんだけど、エッチね、あーそう、インターネットエクスプローラーね、エッチね、なんかそインターネットエクスプローラーでやってるんだけど、なったあ、よかったよかった、なんかインターネットエクスプローラー開いてるせいか知らんけど、なんかクロームが効かなくなっちゃって、今スマホで仕方ないからコメント見てる、え、インターネットエクスプローラーじゃなくてエッチですけど、あーそう、インターネットエクスプローラーのせいなのかな、ちょっとわかんないんだけど石でもいや、インターネットエクスプローラーはもう終わったんだよ、たまきくん、ね、いつ終わったの、僕知らなかったんだけど、本当に、え、めっちゃ前だよ、マジめっちゃ前だよなんなん急にギャルみたいになって、え、知らん感じ、めっちゃ前ですけどやめろやめろ、無理すんな、いや無理じゃないから、この間流行語を取り入れたから店長あ、たまきくんに何か教えてあげよう、お、教えてほしい、じゃあね、あ、うん、メンディー、めんどくさいってこと？あ、そう、メンディー、お絵かきメンディー、え、なんで企画した？いや、違うじゃん、本当はめんどくさくなくてもめんどいっていうのがうんうんうん、ギャル、ギャルっていうか今時なんだよ、あ、へえ、そうなの、そのめんどくさくないけどノリで言うみたいなのが最近のトレンドなの？あ、そうそうそう、場面で、じゃあノリでっていうのはね、場面でって言うんだよ、場面で？へえ、場面で、場面？うん、そのなんで場面って言うんだろう、場面に合わせての場面で、あー、そういう意味か、そう、なるほどね、やれやれし、これだからおじいちゃんにこれ物教えて大変だわ黙れババアババじゃないババじゃないですすいません失言でした、すいませんでした、17歳に向かってなんてことなんてこと、すいません、ちょっとつい本音が、すいません、本音じゃないでしょ本当は思ってないの、うん、思ってないよ、思ってないよ、マリンはね、今日整体行ってきたんすよ、あ、言ってたね、そう、で整体でどう、ちょっと良くなった、めっちゃ筋肉痛で治ってない、治ってない治んないんかい、やばくてさ、うん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 、整体先生にさ、え、筋肉痛って昨日来た、うん、今日ですね、今日、うん、ちょっと遅れてきてない、なんでそういう余計なさ遅れてないし別に、リングフィットアドベンチャーやったのいつ、じゃあ、え、一昨日くらいじゃないかな、遅れてないじゃん別に、すぐ来てるし、え、普通次の日とかに来ない、1日遅れだ と, ちょっと普通って何、何が普通なのか言ってみろ、いやいや、一般的にあの僕次の日からあの痛かったけど、マウント取ってくんなマウント取んなお前もジジイなんだよ、ジジイもらったき、たまきくん、クリスマスソングはさ何が好き、バックナンバーのクリスマスソングって曲知ってる、あ、知らないか、ごめん、何その1秒で取り下げてくんの、何あー、ごめん違うんだよ、その1秒で取り下げたの今、え、何、なんで、いや、ま、バックナンバーなんて知らないよねと思って、バックナンバー知らないですよね、え、なんで、え、ま、若い子の曲だから、はっ、自分が若いみたいなさ、調子乗んな、あんまり、いや、違う、あの、僕はあの、はい、若い子の曲をあの勉強してるので、知ってるってだけで、ふん、そんなことしても若返られるわけじゃないのに、無駄死ねえってね、無駄な努力、こつご苦労様、うるせえ、ばあばあババじゃないもん、やばいばあじゃないもん、すいません、本当のことは言っちゃいけないおい本当じゃないしやば、何、歌って今プリテンダーしか出てこない。いいよプリテンダーで。クリスマスプリテンダーはダメだ。え、プリテンダーも同じ人？うん、プリテンダーはまた違う、あのヒゲダンって言って最近流行ってる。あ、ヒゲダン。バンドだよ。バンド。うん。なるほどね、理解。本当かよ。うん、分かっちゃった。あ、そうか、その船長のうまさのベクトルはそのどちらかというと こちら側というか、あ、そんな言っちゃっていいのかな、のいいのかな、なんか死ね、嘘でしょ、驚き方、こんなに愛しい船長に向かって愛しい船長ただ一個こんな そうだったの、愛しくてさ、うん、愛らしくてさ、
愛らしいね。うん、愛らしいよ。可愛らしい船長に向かって、死ね、死ね、うん、え死ねっつった。言ってないよ、そんなこと言うわけないじゃん、人の枠で。びっくり、空耳か。言わない、空耳、空耳、そうだよ。びっくりしちゃった、マジで。驚き方が古い。いや、どういうこと意味不明なんだけど。驚き方が古いっていうコメントでちょっと笑っちゃった。驚き方に新しいもさ、古いもなくないか、じゃあ、今時の驚き方って何ですか。はい、答えよ。10秒以内に答えよ。今時の驚き方ね、どんな感じ。ねえだろ、そんなもん。はい、ないでしょうよ。はい、ないですね。はい、ないくせにめちゃくちゃ。ファって、ファが今時。あ、ファファファって今時なん、それ。今時でもないよ、だって古いやろ、どっちだかというと。ああ、やれやれ、おじさんたちがさ、そうやって寄ってたがってね。裏若き船長をいじめて。船長のさ、視聴者層って。船長のリスナーさん、結構ね、若い子いるんですよ、なんか中学生とか高校生とか。あ、そうなんだ。若い子やっぱ船長みたいな感じ好きなんよね。なんか大人のお姉さんみたいな感じなのかな。あーねー、うん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 。まああれなんですね、色気にちょっとお熱な時期なのかな。あー、ちょっとこうおませな時期なのかな。ね、なんか同年代じゃちょっとね、子供っぽいなって、うんうんうん、あー、まああるね、そういう時期ね、思ってるのかもね。なるほど、大人っぽいかな、船長の色気があり、声がピカチュウだから、声がピカチュウ同じコメント拾うな。どういうことよ、声がピカチュウだから見てんの。あ、そういうキッズのそのピカチュウ授業を満たしてるの。あー、ピカチュウファンなのかもね。なるほどね、ピカチュウファン見てんの。確かにキッズの授業に答えてるわけですわ、そうやって。まあまあ大事よ、大事よ。ピカチュウ以外にもね、光彦とかもねできるし、うんうんうん、チョッパーは、チョッパー選手に似てないですよ。あ、そうなんだ。チョッパーはでも同じだよね、声優さん自体は。声優さん一緒なんですけど、船長に自分的に似てないんだけど。あれ、コウシ君やって。ハムサラさん、ハムさんの右手とリムさんの左手、リムさんの右手とマムさんの左手、マムさんの左手、ズル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 。それ なんか歌なの、ハム太郎の。あ、そうそう、歌です、これ。なんかコウシ君って結構なんだろう、はい、そんなやったっけ。いや、こんなでしょ。マジでそんなだったっけ。え、マジこんな、本当にこんな。いや、ハム太郎のさ、はいはい、ゲームボーイの時のゲームやったことある？あ、あります、あります。あの、ね、ラブラブ大作戦でちゅとかやった。わかる？それやった、それやった、それやった。あ、本当に好きでさ、それやった。あれでしょ、あのさ、あれだよね、うん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 、あのさ、だからね、ルビーサファーってあれだよね、アドバンスだよね。あ、そうそう、そうです、そうです。僕アドバンス買ってもらえなかったからクラスで仲間に入れなかったんだよね。はい、狂言。はい、それでそう。本当にマジでアドバンスは買ってもらえなかった。はい、たやきくん違います。ラブラブ大作戦でちはアドバンスのソフトです。え、違うよ、あれラブラブ大作戦でちじゃなくて、はいはい、あの4だよ、ハム太郎4がアドバンスになったんだよ、うん、いや違うって、ラブラブ大作戦はアドバンスでちゅけど。いや、あれはゲームボーイだったはずだけどな。いや、絶対アドバンスだから。ググロ、マジでググロ勝負だ、たまき。いや、でもアドバンスは本当に持ってなかったんだよね。え、じゃあどうやって遊んでたの、マジで。いや、でもあれアドバンスだったっけ。違くない、なんで弾丸論破始まんの。なんで弾丸論破始まんの。え、アドバンスって言ってるコメントで、マジで。はい、そういうことですわ、たまきくん。え、なんで。あ、SP? SP 持ってた、SP。SP で遊びましたね、SP で遊びました。じゃあ SP で遊んだのか、僕。あ、絶対そうです、ね、あの、折りたたみのやつだよね、ランプ。そうそう、ランプってか、うん、あの、電気がつくやつだよね、うん、あれ遊べる、ピンクの、うん、ピンクの SP は買ってもらえたんだよね、それで遊んだのか、僕。 SP の方が逆にいいやつですよ、アドバンスより。あ、ほんと？アドバンスの後に出て、アドバンスって画面光るんだけど、SP は画面が光るから布団の中でもできる。あ、布団の中でやって目悪くなっちゃった。あらら。あ、そういうことですよ。あ、そうなんだ。じゃあいいの買ってもらってたんか、僕は。そうでしょ、なんだかんだ言って。そっか、あの時点であれか、ルビサファを買えばよかったんか、うん、そしたら仲間に入れたんか。あ、そうですね。まあでも確かにアドバンスの後だから、うんうん、SP は確かに。あ、そうか、もうルビサファもみんな飽きてたのか。輪に入り損ねる可能性は確かにある。あ、でも確かにアドバンス買ってもらえなかったことをすごく恨んでて、はい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 。で、なんかその SP が多分出た時に、うん、もう多分アドバンス買ってもらえなかったせいでクラスで仲間外れになったんですけどみたいな、多分言ったんだろうな。あ、言ったんだ。そう、だから買ってもらえたんだと思う。そうじゃなきゃ多分買ってもらえないもん、ゲーム機なんて。あ、その買ってもらえないのレベルなんですか。
勉強しろって言われる。あ、勉強しろ、へえ。船長、勉強しろって言われたこと一回もないや。え、そうなんだ。ないね。自発的に勉強してたんかね、船長は。いや、みじんも勉強なんてしなくていい。そんな偉そうに言うことではないですけど。いや、親の教育方針がなんか勉強なんてしなくていいって感じで。あ、そうなんだ。船長だからね、4コマ漫画描いた、授業中は。マジ？勤しんでたね、マジ。4コマ漫画を描くことに。そっか。うん。でもなんか意外やな、船長頭良さそうだけど。え、めっちゃ悪いね、マジ。常識を知らんの頂点に立ってる。まあ確かに、あのアドバンスイキリであそこまで生きれるから確かにな。子供おばさん違いますアドバンスですそんなそんな、そんなに言うみたいな。そこまで、そこまでそんなにそんなにアドバンス、そんなに、そうか、みたいな。すいません、ガチ前すぎてちょっと生きてしまいました、すいません。ラブラブ大作戦はアドバイスですそんな声だった。そんな声だった。ねえ、すごかったよ、なんかびっくりしちゃった。あの圧に当てられちゃったもん。アドバイスかアドバイスアドバイスか。すいませんね、ちょっとはしゃいじゃった。ついはしゃいじゃいました。